続きに行くぞ。続きに行かないとアイテムの鑑定ができないんだよな。ねえねえ聞いてキリト、アルフの水晶のありかが分かったの。早いな。え、エンシェントリングのもう一つの素材か。ちょっと前に終わったばっかりじゃないか。そうよ、この前ゲットしたアルフの羽と合わせてついに伝説の指輪が作れるわ。さっさと行くぞ。そうか、しかし意外とあっけなくわかるもんだな。あっけなくないよ、リズベットはきっと徹夜で 2,3 日かけたんだよ。そうね、キリトともう少し冒険したかったな。いや、徹夜で 2,3 日って1分前に終わったから徹夜なんてしてる時間ないな。俺もだよ。え、キリトも一緒に冒険したいだけだよ。もっといろんなところに行って強いモンスターをバンバン倒したかったな。そこまで言うか。一緒にっていうところを強調してるのにそこまで言うか。ウィズ、ため息なんかついて、やっぱりクエストが終わるのが寂しいのか。いや、お前分かってるだろ、絶対分かってるだろ。そんなんじゃないわよバカ。え、バカ。いいわよ、もうさっさと行きましょう。おう。今度は砂漠だ。これだけ暑いと少しずつ体力を消耗している気がするな。木だけで体力は減ってないぞ。 HP は減ってないのにね。ゲームで温度を体感できるってのも考えものだわ。クーラードリンクを持っていけばいいんだよ。熱いものとか冷たいものを食べるときはいいんだけどな。まあ愚痴っててもしょうがないか。先に進まないと。もしきつかったら俺が一人でアルフの水晶を取ってくるぞ。それじゃ意味ないだろう、一緒に行くぞ。大丈夫よ、私も行くわ。自分からクエストやりたいって言い出したんだもん。行こう行こう。それに私がゲットしなきゃ意味がない。強制転送だ。マジでそんなでかいボス戦するのか。熱風が。熱風かよ。ただキリト、リズ、俺が風よけになる。後からついてきてくれ。でももうすぐ止むと思うから少し我慢してくれ。多分砂ぼこりがすごい入って口とか目の中に砂が入るぞ。黙って目をつぶって歩かないと。俺は平気だから。リズが倒れることの方がよっぽど心配だよ。ゲームして倒れるなよ。風も落ち着いてきたな。もう大丈夫だろ。リズ、どうしたんだ。離れていいぞ。くっついておきたいんだよ。あ、ごめん、今離れるから。あとちょっとだけとか言って言わないのかな。リズ、顔が赤いぞ。やっぱり熱にやられたんじゃないか。お前分かってるだろ、分かって言ってるんだろ、そんなこと。大丈夫、問題ないわ、気にしないで。本当か。あまり無理するなよ。キリト、ありがとね。さて、今度こそ出発するか。イケメンはこれだから困るよ。え？岩に宝石らしきものがはめ込まれているな。なんだろうこれ。もしかしてこれだけで終了か。どれどれって、これってアルフの水晶なんじゃないの。すんごい簡単だな。なんだ、あっけないな、こんなに簡単に手に入るなんて。取って帰ろうとするとグオーとか言ってボスが。エンシェントリングの素材を採集するクエストなのにこんなのでいいのか。簡単に帰れないんだよ。いいじゃない、楽に手に入れられるに越したことはないわ。まあキリトには物足りなかったかもしれないけどね。そうだな、だから逆に違和感があるんだ。プレイヤーを楽しませる要素として適切な難易度に設定することはかなり重要だろ。こっから大型モンスターが出てくるぞ。運営側がこんな簡単にレア素材を手に入れられるクエストを組むわけはないと思うんだけど。あんた目線で難易度を設定したらクリアできないプレイヤーだらけになっちゃうでしょうが。
もともとレプラコーンって戦闘にはあまり向かない種族でしょ。だからこのクエストもバランスを考えて構成されてるんじゃない。確かにさっきのドラゴンは弱かった。確かにそうかもしれないが。でしょ。それじゃアルフの推奨を失敬して、レインとかいうやつは二刀流の強いキャラクターじゃなかったかな。まあリズ、やっぱりこれは罠じゃないか。ボスを倒したわけでもないのにレア素材が手に入るなんて。ん？何？もう取っちゃったわよ。ゴー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 。遅かったか。うわぁ！何？地震？まあそうなるわな。アルフの水晶を取ろうとするとトラップが発動するようになってたみたいだな。もう取ったんだからさ、転移結晶で帰ろうよ。転移とか言って。待った、ドラゴン？お前か。氷のボスモンスター中ボス。もしかしてアルフの通称の守り神だったのかしら。いや、おそらくアルフの羽を取りに行った時に会った老人がいて、邪神の一味とやらじゃないか。ここ行けるのか。あ、行けなかった。全然効かねえ。弱。ガード、ガードできない。弱。このクエストの最後のバトルになりそうだ。全然効かないぞ。絶対弱いぞ。なんか画面がカクついてる。ビータどうした？俺のビータだけか。リズ回復するんだ。回復するんだリズ。滅びのスター見て。滅びのスターバーソフトリーム。ただ怒った。お怒りですか。何してるんだ。何してるのか分からない。滅びのスターバーストストリーム。地震だ。アイビスの知恵ってなんだ。何かが壊れた。竜結晶を手に入れた。こいつ竜なのか。何してるの？あ、潰される。回復するんだ。キーン。ユニオンが溜まる前に終わってしまうと。熱い。溜まった。行くぜ。ロビノスターバーストスリーム。ただ。よし、もう一丁。見て。もう一丁。あ、スイッチする前に終わってしまった。スイッチ行くぞ。弱かった。これでクリアだな。何使ってる。私だってこのくらい戦えるわよ。なんとか倒したわね。すごい弱かったぞ。なかなか手強かったな。さすがエンシェントリングのクエスト、一筋縄ではいかなかったな。という設定にしておこう。レプラコン向けクエストの難易度じゃないわね。ああ、めっちゃ強かったわ。ああ、しんどかった。キリトがいなかったらこのクエスト絶対にクリアできなかったと思うわ。そうかな。そう言ってくれると嬉しいわ。さて、今度こそアルフの水晶をやっと手に入れたわ。ゴー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 。2体目が現れた。リース、顔がにやけてるぞ。にやにや。うるさいわね。少しぐらいいいでしょ。きれい。これがアルフの水晶か。これでエンシェントリングを作るのに必要な素材が揃ったわ。腕が鳴るわね。それじゃ一旦町に帰ろうか。今の戦いでヘトヘトだよ。カンカンポキン。グホホホホ。そうね、私もちょっと疲れたわ。作れるのかな。でもあんたと一緒に冒険できて楽しかった。付き合ってくれてありがとう。帰ったら私の気持ち全部込めて最高の指輪を作ってあげるからね。
作ってくれるのか。それで、愛の告白？エーシェントリングが完成したら、私の気持ち聞いてくれる？キリト？悪い、トイレ行ってた。寝たのかよ。え？ちょっと、まさかあんた寝てんの？さすが主人公好き。大丈夫だよ。リスはちゃんと。やっぱり寝てる。もう最悪。せっかく勇気出したのに。いや、アスナさんいるんだからね。あなたダメでしょ、そんな。泥棒猫ってなるよ。クエストクリアだ。クエストフォルダおしまいなわけないよな。お、ここに入るとクエストがある。これ絶対違うクエストだよな。絶対違うクエストだよな。リズいるか。あ、ちゃんとリズのクエストだった。よかったよかった。キリト待ってたわ。さあ工房の中に入って。とうとうエンシェントリングを作るんだな。作るぞ。なんだか緊張してきたわ。その家事スキルでできるか。リズが緊張するとはな。こりゃ失敗フラグが立ったかな。縁起でもないこと言わないでよ。失敗したらまた行かんとダメじゃないか。冗談だよ。どうだ、緊張が解けただろ。もうやめてよ。 SAO でダークリパルサーを作ってくれた時だって一発で成功させたじゃないか。だから今回も成功するさ。いけるいける。でも今から作るのは幻の一品よ。そう簡単にできるとは思えないわ。リメインズハートはもう作ってくれないのかな。大丈夫だよ。家事スキル上げも頑張ってただろ。あんた見てたの。リズの店の近くに来た時にチラッと。なんだよその目は。あんたに覗きの趣味があったとは思わなかったわ。いつものことだよ。ラッキースペーススケベしてるじゃないか。別にそういうつもりじゃないぞ。たまたま見えただけで。たまたまラッキースケベがいっぱいあるんだろ。冗談よ。あんたと話してたら緊張してるのがバカらしくなってきちゃったわ。それはよかった。じゃあそろそろ始めるわよ。まずは素材をオブジェクト化してピティンピティンって出す。アルフの羽とアルフの水晶だな。あのおじいさんどこ行ったんだ。クリアありがとうとか言ってくれないのか。ええ、これら2つを炉の中に入れて。羽を炉の中に入れるの。こんなもんね。それじゃあハンマーで叩くわよ。あ、いつまで叩くんだ。変化するまで叩かんとダメなのかな。多分もう少しだと思う。まだだよ。まだ揃ってなかったとかあるかもしれない。おかしいわね。普通の武具だったらもうとっくに完成してると思うんだけど。まだ何かが足りないのか。やっぱりエンシェントリングともなるとかかる時間が違うのかしら。それとも私の家事スキルが足りないとか。ダメダメ、こんな弱気じゃ。キリトに見られてたのは予想外だったけど、今日のためにスキル上げ頑張ったもの。あとは自分を信じて打つだけ。パキン、壊れた。来た来た。水晶が光り始めた。できた。できたのか。綺麗。
が透き通ってるわ。あれがどうしてこうなった？すごいな、今まで見た装備品の中で一番綺麗だ。よかった、気に入ってくれたみたいね。あんたのために作った甲斐があったわ。やっぱり貢いでくれるのか。え、俺のため？これ俺がもらってもいいのか？そうよ、あんたしかこの指輪の所有者はいないわ。リズベットは作るだけで満足。でもエンシェントリングってものすごくレアなんじゃないのか？だからキリトのために作ったんだって。クエストを手伝ってもらった俺。それにあんたがこれをはめて攻略してくれたらうちの店の評判も上がるでしょ。それはそうだけど。ほらズベコベ言わずにさっさとウィンドウ出しなさい。いい女や。ああうん、ぴったりね。ありがとう。いい女の子だ。この指輪にはリズの気持ちがこもっているんだよな。すごく嬉しいよ。さーて、エンシェントリングも完成したことだし通常営業に戻るわよ。え、勇気を出して告白するんじゃなかったのか？ほら、いつまでここにいるつもり？早速フィールドに出て指輪の効果を試しなさいよ。勇気を出して気持ちを伝えるんじゃなかったのか？そうだな。リズ、ありがとう。これ大事にするよ。当たり前でしょ、私が作ったんだからね。行っちゃったか。ああ、また私の気持ち伝えられなかったな。伝えればいいじゃないか。大体なんで女の私があいつに指輪あげてんの？普通逆でしょ。って、あ、私ったら何を考えて。アスナさんもいるんだぞ。でもいつかいつかきっとあんたを振り向かせてみせるわ。いや、アスナさんいるんだからね。エンシェントリングって名前じゃないぞ。よし、これでやっと鑑定ができる。何か必要なことはあるかしら？あ、3つしか持ってなかった。さてさて始めます。他にやりたい。また来てね。次のイベントが待っている。